よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日2022年8月9日日曜日です。はい、ここはね、同自動車道の、なんとかサービスエリアってとこです。なんか忘れました、八雲町ってとこです。サービスエリアの名前忘れました。まあ、動画のタイトルで、ね、多分書いてあると思います。ちょっとね、寝すぎ眠くなっちゃったんで1時間ぐらい仮眠してました。じゃあ出発します。エンジンをくる嫌がらせ、嫌がらせっていうのは冗談です。岩間さんの真似していただけです。じゃあ出発進行、ナスの進行、ジバニャンの腹巻きはおしっこいろーということでね、行きまーす。これね、ハイウェイオアシスなんで、一般道のね、施設と一体化してるとこですね。これね、ジバニャン用のね、大きなトラックあるでしょ、これね、見よう。日本郵便郵送って書いてあるから、もう三兄弟のね、郵便配達の仲間です。ちょっと待って、後ろから車来ちゃった。椅子の位置をね、ちょっと戻そうと思って、寝てたからね、シート思っていたら倒してたんですよ。今直したんだけど、ちょっと直し足りなかったんで、シートのね、位置を直してから見てます。よいしょよいしょ、ここでいいかな。カフェとかもね、あってね、まあ雰囲気は良かったです。まあカフェ利用してないんですけど、でも俺でも昼食べてないな。野外こうちょっとボリボリ食べたぐらいで、線はこっちか、向こう行くと逆走しちゃうからね。高速道路の逆走ね、大問題になってますからね。ひまわりがおしっころです。高速道路のね、逆走はね、まあ、高齢者に多いっていうんですけど、まあ、必ずしも高齢者だけとは限らないんでね、気をつけるようにましょう。さ、怖いよね。まあ、自分が逆走してももちろんさ、とんでもないですけど、普通に走っててさ、逆走車が来たらさ、でもどうしようと思うよ。高速道路だから、しかも100キロとか出てるわけでしょ。
札幌起点で旭川方面と函館方面で、あの札幌が1で2、3、4って言ってたんですけど、なんか全線で統一されて函館方面が1になって、で南から順番に連番になるように振り直されたらしいですね。ちょっとウィキペディアにそう書いてありました。でも木戸ポストは昔のままなのかもしれない。もしかしたら札幌起点でなんか振ってるのかもしれない。
静岡にもあるよね。新東名になんか原子で乗りパッキングエリアってあるでしょ。
1万と210円から。はい、1万210円は。はい。はい、どうも。よいしょ。黒松内からね、ここまで大沼公園まで2210円でした。ラーメン食べたい。ラーメン屋あったらちょっと伸ばす。
た歌手のグループのものではありません。僕のものですね。あのおしっこのライト照らしてた車の車体は黒でしたけど、ライトのおしっこ色でした。おしっこ色のライト照らしです。黒色乗用車おしっこ色ライト照らしですね。エサシはここ右折だそうです。俺様最初ね、エサって読むなと思ってました。エサね、なんか動物のエサみたいな名前だなと思ってたけど、エサシって読むみたいです。
コールの帽子があります。アベルの幅は一番ぐらいの程度です。ここら辺に出します。
部屋の今です。なんでこのコモドセルフってさ、こんな巨大な看板なんですかね。エネオスなんだ、ここ。エネオスと岡本のコラボレーションってこと？よくわかんないですね。ポリテックセンターってどういう意味だろうね。なんだろう、ポリテック、ポリ袋のポリかな、違うな。ホンダユーセレクトの看板がウィスパー色もしくはコマサ色で、ホンダの部分がジバニャン色ですね。函館山のね、景色はね、本当に良かったですね。車で登れるんだったら、ちょっと登りたいけど。萌え大橋ってなんだろう。
です。函館駅です。
ということで、それではさようなら。ボーボー。